熊野有馬氏は、熊野の国人領主、熊野別当家の出と言われ、三田神社神官の榎本氏が、有馬一帯に勢力を張り有馬氏を名乗ったことに、始まるという。南北朝時代、有馬氏は、南朝方として行動したようだが、永徳2年頃に、鵜殿城主の鵜殿氏と同様北朝方に転じた。そして、北山勢との戦いで、兄弟3人と、家子若藤崇拝が討ち死にしている。応永年間、泉守忠長が熱川から行山出を支配したと言われ、熱川付近の親睦に、一族の榎本出雲守が館を構え、雅殿では一族の榎本愚行が城を築いていた。紀伊族風土記では、泉守忠長は、応永19年に没し、その後を、泉守忠親が継いだという。しかし、忠親は、永正18年に、三田神社を作り立てしたという棟札が残っていることから、忠長と忠親を親子とするには、年代的に無理があると言えよう。話は前後するが、熊野年代記には、享徳3年、有馬と鵜殿と合戦す。鵜殿重道19人討ち取りる。9月のことなり、熱川塩田火星。とあり、鵜殿城の鵜殿氏と熱川で合戦したとの記録が残されている。この鵜殿氏と戦った有馬氏は、忠長と忠親をつなぐ人物であったと思われる。忠親は子供に恵まれなかったため、甥の川内守忠義を跡継ぎと決め、大永3年頃、木本の鬼ヶ城のすぐ上の山上に、鬼ヶ城本城を築き隠居したが、隠居後に実子が生まれたため、忠親は忠義を久親で自刃させた。憤怒した忠義の親族は忠親を、鬼ヶ城本城に攻め、敗れた忠親は自刃したため、実子孫三郎が家督を継いだが、有馬氏の勢力は大きく後退せざるを得なかった。そして、孫三郎も子のないまま天文の末に死去した。当時、新宮を本拠とする堀内氏とらが勢力を拡大しつつあり、有馬氏も堀内氏の攻勢を受けていた。氏とらは、孫三郎の死後の有馬氏の内紛につけ込んで、次男の楠木若を有馬氏の養子に送り込んだ。こうして有馬氏は堀内氏に乗っ取られる形となり、以後、堀内氏と行動を共にした。さらに、氏とらの死によって楠木若改め自然は、新宮に帰って堀内氏を継承したため、有馬氏は自然の逸を氏女が継いだという。忠長。常入。忠親。忠義孫三郎忠義。楠木若。支持。ありがとうございます。